あ、先生、今日は何すか。今日はね、はい、あの啓太が引っ越ししたから、はい、引っ越し祝いに、はい、ちょっとこれであのサラダボールを作ってあげようかなと思って。え、これでサラダボールで、はい、それが洗面器にも餅つきの臼にもなるという、もうみんな誰もが欲しがる食器を作ろうかと思って、ね、わかりました。ちょっと手伝って。手伝います。はい。硬いね。いいですね。はい、ケイタに電話したから今ね、はい、ケイタ来ると思う。あ、来ます。これケイタにプレゼントしたい、はい、ね、これはね、よくできました、ね、思ってる。おー、ケイタ、こんにちは。この間、はい、引っ越したじゃん。はい、引っ越し祝いにね、サラダボールを作ったんだよ。これですか。これでね、餅つきの薄にもなるし、はい、あのラーメン丼にもなるし、あの瓦洗うときの洗面器にもなるし。あ、お皿ってことですか。うんうん、何人でも使い道は何人でもね、はい、使えるんだよ。あ、なるほど。うん、これ持ってて家に、ちょっと持ってみていいですか。うん、持った。17キロあるから、ね、あ、そうなんですね。あ、それあげるから。ね、いや、もう持ってていい。いや、いらないです。えー